このモミジの木の色、うん、いろんな色が入ってるね。本当ですね、なんか緑から赤まで。ちょっと全部赤にならない。うん。ああいう感じになるの。本当ですね。なんか違う種類なのかな。違う種類。てか最近なんかゴルフで景色を楽しめるようになった。あ、この子綺麗だなとか、うんうん、それこそ、まあ、桜とか、うん、紅葉とか。でも本当になんかいっぱいいっぱいの時入らないよね。でも全く思えないです。どんなにいいコースでもなんとも思わない。フェンランドはコース楽しめてたんです。そう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 。あ、こっからでも195ありますよ。風ちょっと斜めに行くせいかな。ああ今日はこっちへ寄ってるんで。で上げてるから結構、うん、結構やばいかも。でも打ってみる。打ってみて。リカちゃん言ってくれるらしい。うわー、行ったよ。完璧。余裕だ。楽勝ですよ。全然何の心配をぐらい。何の心配をしてたんだ。なんだそりゃーぐらい。いい。今日一ぐらい良かった。うん、今結構良かったでした。めっちゃいい。狙おう、超える方を。うん。どうせなら。あれが嫌なんですね。あれが出ちゃうんだ。ナイスショー。超えるかな。余裕余裕余裕。お、ナイス。ここで直していたから大丈夫って思っていこう。うん、え、今のめっちゃいい。実際の動きだけ、気持ちとか関係なく今の見たら、基本的にこう上げたところよりインサイドから降りてくるスイングじゃないですか。それすごい綺麗だけど、それでもインサイドから来るから、それでフェンスが開いてたらやっぱあの球になっちゃう。ただそれだけ。びっくりするぐらい背中から感じるときあるんですけど。あ、こっちから来ちゃうんですね。あ、あ、なるほどね。確かにそうかもしれないです。下から来すぎてる。そう、来すぎて掘っちゃうみたいな。それはなんかわざとじゃなくてなっちゃう。そう、なんでだろうってなんですけど、どこみたいな。こう上げてるとこからこう一直線にこう一直線に下ろすけど、下ろすとか、うん、そうなの。ここ多分こういう風にそうループしちゃってる感じですよ、ね、経由しちゃうから。上げたとこからこうチュン、うん、とツンとね、ツンと。でもいろいろやってますよね。その中途半端な距離のアプローチ、はい、まあ思いっきり打てない時とかって結構あると思うんですけど、うんうんうん、まあ多分出てくると思うんですけど、はい、そういう時って、うん、自分の中のなんか30ヤードとか40ヤードとかが決まってる、うん、やっぱり。はい、決めてます。それはもう全部もう肩から肩同じ幅で、ここはもう絶対振り抜きます。気もどんな幅でも緩まない。やっぱ結構みんな飛んじゃうって思っちゃうじゃないですか、しっかり振ると。そうそう、だから意外とちっちゃい幅から練習した方がいいです。例えば腰から腰で、じゃあ思いっきりフルショットと同じぐらいのインパクト感で腰から腰で振ってみようと思ったら、あ、じゃあすごい30ヤードも飛ぶとか思ったら、小さい方から設定していけばいいんで、いつもフルショットからこう減っていくと緩んじゃうから、あ、じゃあこの幅でもそんなしっかり打って飛ぶんだって分かったら、そう、小さいから練習すればいいんですか。そう、小さくしっかりからで、どんくらい飛ぶかみたいな。86ぐらいです。やってます。はい、いい。お、短いか。でも短いけど、すっごい全部同じところに行くぐらい短いですね。確かに。なんかこれ戻ってきそう、グリーン。なんかそういう風に見えますよね、こうなって。ちょっとご自由にください。アゲンストだとほぼほぼ戻っちゃうから、うん、少し大きめでもと思って。うん、あ、ほら、やっぱりやばい。
止まった。てか右行きすぎ。もう。下手すぎる。リカちゃんが下手すぎたら私は多分。いやいやもう多分。パターでいいですか？パターでいい。やめた方がいいよみたいになって。いや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 。スライス。はい、かなり大きく。はい。そうだね。これグリーン乗らないと相当きつかった。いやーでも行かない。アマチュアの方とラウンドすると思うんですけど、はいはいはい、アマチュアの方に聞かれるアドバイス、ベスト3、ベスト3ね、あげるとしたら何ありますか？やっぱり一番はドライバーでスライスが直らないんです。パターン1、2はブローチとかですかね。やっぱりブローチで距離感ダフっちゃうとか、距離感とか、まあ、さっき話した時とかも見てますけど、第3が結構いろいろありますかね。結構はい、いろいろありますね。パターそのまま流れていくと、やっぱパターがいいですかね。パターの距離感とかも結構聞かれたりとかしますね。距離感なんでそんな合うのとか。あ、なるほどね。でもやっぱアマチュアの一番ドライバーのスライスですね。あとはドライバーが曲がりますとか言われますけど、うん、曲がりますはまあ曲がらない方法は私も知りたいからですけど、むしろ教えてください。そうそうそう。そっかそっか。そうですね。いやでもやっぱりそうなんだね、うん、誰に聞いてもやっぱ、うん、スライス、そうそうそう、ドライバーじゃなくてもスライスが一番多いっていう。うんうんうん。120のちょい上げ、ちょい上げピッチング。これはでも先ほど傾斜がないから、そうですね、あんまり考えずに、考えずにフィニッシュまでしっかり、そう、あとはまあ膝が高さを変えないっていうか、こう伸びない。うん、あ、出た、またやられた。もう本当この段に一日やられてますね。ねえ、私がこの目で一番嫌いなラインです。あ、そうなの。これが、そっか、確かにスイング的に、そう、左上げようとしちゃうんですよね。はいはいはい、うん、もう、え、何考えてますか？これもう、低く出したい、フィニッシュ取らないで、うん、この辺で終わりたい。あ、これはもう、こういう風にいきます。ちょっと、左足体重のまま、体重のまま、こういう軌道に少し、はい、上からちょっとフェードっぽい、ね、でそれで左行きそうかなと思ったら、ちょっとフェース開いてあげて左行くときは、そうですよね。それはもうフェースがこう向いてこう打ったら、それこっち行っちゃうから、うフェースだけちょっとこう開いてあげて、そしたら球も少し勝手に浮いてくれるから、はい、いい感じ。このまま、そうそう、あ、なんか左行かなそうです。行かなそう、うん、ナイス、左行かない、かなりいいですよ。あれはもう上出来です。あ、ナイス、バーディーチャンス。でもちょっとやっぱかぶったね。まあ、でもあのくらいはもう全然あり、許容範囲で、許容範囲。多分開くの慣れてなんか、慣れてないと、いきなり開けないから。これいいターフ、ほんと、ちゃんとこう左に向いてる。すっごい今の奇跡、
奇跡基本的に球の飛ぶ方向が怖いときはフェース面で変えて、球筋を変えたいときは振り抜く方向で変えます。わかりますか言ってること、分かる。だからスライス系の球が打ちたいってときはこういう軌道にしてあげて、フェースで、あ、なんていうの、なんかわかる。球が例えばこういうときはこう振り抜く方向を軌道を変えた方がいいんですけど、こういうときとかこういう一直線に出玉で曲がってるときはもうフェースの面だけなので、それはフェースを変えた方がいい。入っちゃう、うわー切れる、ストップ、ストップしました。来い、あー惜しい、でもナイスパー、こっちだ、うん、です。めっちゃ入る、本当にオーバーしてきた、ナイスプレーみたいな。てかファーストパットのタッチが今日悪すぎる。でも傾斜がいっぱいあるからね。そう、ちょっと読めてないですね。目の調子が悪い。目の調子が悪い。目いいですか？目はなんかもう年々悪くなってる気がします。とても良かったけど、でも裸眼では。裸眼ではある。グリーン周りが超面白いんで。あ、そうなんですか、楽しみ。すごい綺麗。距離はないけど、おお完璧、ありがとうございます。よいしょ、お、行ったかな。行きましたね、これ。なんか2オンの可能性がね、あるかも、うん。今までホールインワンあるんですか？2回わっでもめっちゃやってるじゃん。子供の時1回と、うん、去年か一昨年に1回。へえ。何ヤードぐらい入れちゃったんですか？140ぐらい。8番登り見て20くらい。頑張ります。はい、 いや、 やってくれるのは嬉しいね。全然あります。うわー完璧。お、これ完璧、うん。しかもいつもの何倍も腰切れてた感じ。ナイスオン。めっちゃ腰切れてましたよ。本当ですか？今でも結構良かったかも。めっちゃ嬉しい。腰がキレキレ、キレキレ。なんか私はずっともともと腰が切れちゃうタイプ、うんうんうん、と思ってたけど、まあ、事実そうだったのか、うんうん、で、こう本当こうやっていっちゃう子だったんですよ、うんうん、スライスで。それが嫌だったからずっと腰止める練習を何年も何年もしてたら、マジで普通に止まってることに気づかないのにさらに止める練習とかしちゃって、うん、最近は回す練習をまたしてます。そう、塩梅ってこと。ほんとそうですね。ちょうどいいところを、そう、切れすぎてもダメだし、止めてもダメだし、そう、しかも数字で表せない。そう、確かに調整レス面を決めたら振り抜く。手前から行きます。はい。でもなんかこうなんか確かに直してあげたいと思って、うん、なんかいろいろ言ってあげたくなっちゃいますね。多分みんなそうなんですよね。心さんそういうタイプなのかも。良かれと思っていろいろ本当に言いたくなっちゃう。言ってもらって超助かるんですけど、それができないからまた、うんうんうん、しかも人によって言うこともね違いますしね。それを自分なりに砕いて、こういうことなのかなと思ってやるんだけど、うんうんうん、でもあれを手で返そうとしちゃうんですよ、今度。ねえ、確かにね、そうですよね。
それももう分かってるから、うんうん、もう一回通ってきたしこれも、うん、だからまあそれはやめようみたいな。ここじゃなくてこの辺からこういう風に下向けてこれるといいですけど、ね、ここね、そう左手の甲がこう上向いたままいますよね。上これも本当に良くないので、うんうん、私も超やるけど、なんかここ辺からでもあんま手で考えるのあんま良くないんですけどね。いやちょっといろいろね、いろいろやろう。こうなったらいろいろやろう。とかどっから打つのこれ。ああった、うん、確かにこのまま下ろすぐらいの感じで、そうそうそう、ワンピースで、ワンピース。うん、いい、ワンピース。お、前に行った。よしよし、しかもちゃんとまっすぐ取れてる。うん、いいです。今すっごいかもしれない。あ、すごいみたい、うん、いい感じ、いい感じ。ちょっと待ってね、上から来てる感が。上から、なるほど。いや、すごい嬉しい、久しぶりの通報感も。ビームトライ、落ちちゃった。いや、入る、入る。あー、そうでもないわ。でも、でもですよ、登ってる分意外と登ってた。全然ぴったりぐらい。バーディー、ありがとうございます。やばいね、ツーオン。嬉しい、久しぶりのバーディー。しかもここのツーオンが本当すごい。確かに知らない方がいい、これ。コースとこことか本当すごいよ。ここで見つかった、うん、